56バーガー。うまそう。なんかセラップですね。ぶっちぎりの三本目に入ってるね。ハロー日本。スランパギー。ソモキジパン。タカです。I'm Shin。アリーニー。キタブロドディ。56バーガー。こことこ。ですよね。今回初めてこう、YouTube の、まあ、2人出させてもらった時に、うん、ハンバーガーあラムリーね、はい、ラムリー出させてもらったんですけど、まあ、ラムリーも美味しかったんです。あれもマレーシアで美味しくて、うん、やつだったんですけど、僕がマレーシア来て、はいはい、というか多分人生で一番美味しかったハンバーガーがここにあるんですよ。マジで本当に人生で一番です。およく来るの？そうですね、結構もう 4、5 回は。お結構来てると思います。確かに。じゃあ、シンクのおすすめのハンバーガーを今日は僕が食べていいってことですね。そうです、ちょっとおすすめを僕がいつもしてもらってたんで、うん、ちょっと今回はこっちからちょっと。おお、ドンマケジャパンのメンバーっぽくなってきたね。めっちゃ多分地元の人も多分めっちゃ知ってると思うんで。マジか。ちょっとなんか食べてもらって、ちょっとこれがいいんすよみたいなのも伝えたいんで。オッケー、わかった、はい、というわけで、シンクのおすすめのハンバーガー食べに行ってみましょう。ここまだお客さん、まだ早いから、ね、なるほど、ね、早いんだ今。ちょっと早めの時間じゃない、夜混むんで本当に。なるほど。はい。はい、ハロー。ハロー。はい。めっちゃいいのがまず超絶フレンドリーなんですよ。超絶フレンドリー。優しい、ベリーカインドなんで。おお。スズミ？ Yes。ポピュラーメニュー。Okay、ポピュラーメニュー、we have three beef burger。Three beef burger。Beef burger one, two, three. Spicy。Spicy。This one。おお、spicy green chili。 Green chili? Yes。 やばいぞ、青唐辛子は無理やし。 Green chili, this one、beef bacon。 おお、beef bacon。 Beef bacon, yeah。 And this one, melted mozzarella。 モッツァレラチーズ。 Yes。 おお、じゃあ、店員さんのおすすめね、行ってみようかな。 Beef bacon? OK。 サトゥー。 OK。 あー、モッツァレラ。 OK。 サトゥー。 OK。 Set or à la carte? Set。 Two?あのまずここ見てもらってもそうなんですけど、すげえ全部基本多分、ね、手作りなんですよ。で、あのバーガーも手作りなんですよ。ああ、これね。そう、手でちゃんとやってるんで、ジューシーさが違うんですよ。なるほど。なんかめっちゃ喋るな。やっぱ熱こもってるんで今日は。ホームコートは違いますね。いや本当にやっと紹介したかったんで。やっとやね。ずっと言ってたもんね。そうですね、大体僕この日本人の人とかと来るんですけど、みんな本当に美味しいって言うんで。うまそう。これはやばいでしょ。で、ちょっと多分ね、粗いんですよ。粗挽きだね。そうです、粗挽きなんで、食べた時のこの肉汁がブワーって入ってくる感じになるんで、あ、しっかり味も入れていく。下味もしっかりつけて。うわ、超楽しみ。うわ、美味しそうだ。肉をひっくり返してるだけなのに美味しそうだ。これがもう本当にめちゃくちゃ美味しいんで、この穴、あ、来ました来ました。またおー、チーズ。結局ね、ハンバーグにチーズが最強なんですよ。チーズと？自家製オリジナルソースってことらしい。超気になる。OK、Thank you。 Thank you。 すごい。 OK、手に任せ。 はい、というわけでこちらです。イエイ。あの普段は食べれるんですけど、うん、今日がちょっとなんかそこで食べれないってことだったんで、ちょっと急遽テイクアウトの形で。そうそうそう、とりあえずカット、冷たいものを飲もう。うん、あ、うまい。で、シンクおすすめのハンバーガーがこちらです。はい、どうぞ。いいですか、僕から言っちゃって。もちろん言ってください。で、僕のが、じゃあこっちがベーコンですね。はい。うわ、すごい。食べます。うん。うまっ。ハンガーヘラー。いや、僕の方があれですね、モッツァレラのこれ多分。うわ、すげえ。ま、結局ハンバーガーにチーズなんですよ。
そうなんだ、シンプルイズベストなんだよね結局。なのでちょっとこれいただきます。うん、めっちゃうまいんですけど、ポイントがもうハンバーグもそうなんですけど、うん、バンズがうまいんですよ。うん、パンもうまいね。うん、がめちゃくちゃ美味しくて、でもちろんチーズはうまいんですけど、やっぱハンバーグの結構下味結構ってきたじゃないですか、うん、けどそんな思ってるよりバツインってくる感じでもなくて、うんうんうん、とりあえずめちゃくちゃ美味しい。本当にうまいね。バーガー食べてきたランキング全然本当に上位に入るし、うん、本当ナンバーワンぐらい美味しいんですよね。なんか雰囲気もいいんで。何がすごいって、日本でこのレベルのハンバーガー食べようと思ったら1000円超えてくる。いや余裕で、余裕ですよね。うん、安い、美味しい。しかも出てくるのめっちゃ早かった。確かに最高。口食べてください。ごめんね、半分ぐらい食っちゃった高さんの一口はこんなもんなんで。おわ、モッツァレラチーズです。いってください。うん、全然違う。あっちまじですか。うん、僕こっちだわ。あー、なるほど。うまっ。うまいっすか。3カチジャンプですね出ました。え、どうですか、マジで。結構食べてきてるじゃないですか、もちろん。ぶっちゃけ言うと、マレーシアに来てラムリーバーガー以外のハンバーガーも食べてる。はい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 、上位。あー、ですよね。だいぶ上にいる。ですよね。うまい。ぶっちぎりの三本指に入ってるね。ですよね。これはめちゃくちゃうまい。持ち込み企画成功っすね。やばいね。やっぱり日本人好みだわ。そうっすね。でもあの本当にちょっと僕からが来た時は僕からだけだったんですけど、焼いてるの待ってる間にザーって車止まってザーッと人増えてね。そうっすね。うん、僕食べてみる。食べます。おおまあね、あのベーコンはね、僕が買ってしまったんだけどまああのハンバーガーの美味しさは絶対分かるから大丈夫。いただきます。はい、食べて。おお、いい食いっぷり。めちゃくちゃうまいっす。いつも通りです。でも最近ね、まずあのリキ君ファンがちょっとちょろちょろ増えて。確かに。あの企画からですよ。あのね、ライブ企画からね、リキ君ファンが増えて、ちょっとでもリキ君がね、こうやってカメラやってくれてるところで映ってくれたら喜ぶ人も多いと思うから、これからもエンザやってよ。やります。頑張ります。やります。でもさ、あのリキ君のさ、ヒッチハイクの曲もそうだけど、あれって結局田中さん企画やん。はい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 。で、田中さんと一緒に行ったの、マラッカ。ました。あ、もうやったんだ。やりましたよ。おお。やりましたよ。え、どうだった？結構現地の人と喋りながらとか、うん、インターネットとかガイドブック調べていっぱい出てくるんですよ、マラッカって大人気なんで、うん。けどやっぱり現地の人と喋らないとわからんこととかめっちゃあったと思ってたんで。うん、なんかさらに行きたくなったんですよね。あのね、職場のさ、この休憩中とかにもうずっとマラッカのこと調べてるんですよめちゃめちゃあれだよね、この知識を入れてからマラッカ行ったよね。まあ、それでも全然でしたけど。あ、でもそうなんだ。一番思ったのは、僕一回実はマラッカ行ったことあるんですよ。ほうほうほう。でも、なんかフラットだけ行ったんですよ、うん、何も調べずにマラッカ名前知ってるから行ってみようみたいな、うん、で、有名なとこ行ってみようみたいな感じだったんですけど、それでも全然いいんですけど、ただ勉強して、ある程度勉強して行った方が、なんていうんですかね、同じ景色見ても違うんですよ。あ、でもこの動画が上がる頃にはじゃあ上がってるんだ。多分、田中さん、ありがとうございますって感じですけど、でも、そう、やってくれてると思います。マラッカで有名なその観光の PR の人が出してる言葉があって、うんうん、それが、まあ、動画でも言ってるんですけど、ビジットマラッカ・ミンズ・ビジット・マレーシアって言葉があるんですよ。ビジットマラッカ・ミンズ・ビジット・マレーシア、どういう意味なの？つまり、マラッカに行ったっていうことはマレーシアに行くっていうことみたいな。だから歴史がやっぱ詰まってるみたいな、それを PR で出してるんですけど、それがやっぱね、随所に出てるんですよ。結局なんかあのマレーシアの大体調べたら文化が混ざってるとか大体が上位に出てくるじゃないですか、うんうんうん、多文化でみたいな。もうそれが本当にマラッカに詰まってたなっていう。へー、うわ、ちょっとその動画あの楽しみにしてるわ。いや、全然説明下手ですけど、でも本当にあのもっと勉強したいなと思ったんで、ぜひね、多分この動画上がってる、あ、この動画が上がる頃にはこのしんくんがマラッカに行った動画絶対上がってるんで、ぜひちょっとチェックしてみてください。ぜひ。はい、完食でーす。かっこいい新しいテイクアウトなんで。テイクアウトなんでね、まあ、あとはゴミ箱にポンってそれだけなんで。でもマジでね、このしんくんおすすめのハンバーガー屋さん多かった、本当美味しかった。
でしょ。こういうでもなんかローカルのハンバーガーもっと掘りたいな。そうっすよね。ちょっといずれちょっとランキングとかもやりたいっすね。やりたいね。やりたいね。やっぱね、ちょっとミスターハンバーガーなんでね。ミスターというわけでね、マジ最高に美味しかったです。で、もうね、マラカの動画もぜひ上がってるんでね、ぜひ見てあげてください。というわけでね、ちょんまげジャパンに行ってほしいローカルのお店がありましたらぜひ教えてください。僕たち絶対行きますんで。じゃあもしこの動画いいねと思ったらグッドボタン押してください。このボタン押してくれることによって拡散されるのでお願いします。チャンネル登録も忘れずに。それじゃまたね。チャンネル登録よろしく。イエーイ。